チャイルド44は2008年に出版されたトム・ロブ・スミスの長編小説である。ウクライナの猟奇的殺人者、アンドレイ・チカチーロをモデルに1950年代のソビエト連邦を舞台にした国家保安庁職員の行動を描いている。本作はダニエル・エスピノーサ監督によって映画化されることが発表され、全米では2015年4月。 日本では2015年7月に公開された。放題は、チャイルド44森に消えた子供たちとなった。1933年、ホロドモール大飢饉により、飢餓にあえぐソビエト連邦ウクライナのチェルボイ村で、兄パーベルと弟アンドレイは、食用目的で猫を捕まえようと森の中に入るが、パーベルは、行方不明になってしまった。その20年後、 幼児が行方不明になる事件が連続して発生。レオの部下、ヒョードルの息子、アルカージーも殺害される。スターリン支配下の当時は、ソビート連邦には、犯罪は存在しないという建前になっていたので、当局は、捜査に対して、全く熱意がない。国家保安省の捜査官、レオデミドフは、未解決の幼児誘拐事件を捜査、スパイの疑いをかけられていた10位。 アナトリー・ブロツキーを逮捕した。ところが、レオの部下ワシーリー・ニキー・チンがブロツキーをかくまっていた、ノーフ・ミハイル・ジノビエフとその妻を殺害、それに激行したレオは、ワシーリー・ニジューを向けて殴り、そのことを後に、上司のクズミン・少佐に問い詰められる。その後、レオの妻、ライイサがスパイであるという疑いをかけられ、レオは、クズミン・少佐の暴略によって、 ウラル山脈の東側にあるボウアルスクという村に左遷されてしまう。そこでも少年少女を対象とした残殺事件が連続して発生する。レオはそれまでの組織の意向に沿った勤務態度を改め、本気で事件解決を目指し始める。ありがとうございます。